ない芸人が暇だからバイオハザード。どうも売れない芸人です。売れてー。今回はバイオハザード7だったんでね、456は好きでマーセナリーとかかなりやってたんですけども、今回は原点回帰ってことでがっつりホラーなんですって。先輩のGたかしさんの家で VR バージョンをねやらせてもらってたんですけども、まあめちゃくちゃ怖い。まあ何より怖いのはね、芸歴13年目にして M1 グランプリの予選1回戦で落ちた僕らの将来の方が怖いですけどね。売れない理由分かったかも。お笑いの方の YouTube とゲーム漫才、ゲームコントなどやってる YouTube のチャンネルもありますので、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。それではやっていきましょう。怖い方グロテスクバージョンをね、わらふじなるおの藤原君に貸してくれたの。すごい、30代超えてゲームの貸し借り。どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ、もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ、この子守みたいな仕事を終わらせて早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃね。イーサン、ちょ、怖え。あの顔ってさ、あのよく CM とかで出るさ、チェーンソーの、イーサン。あ、イーサン、あ、主人公がイーサンなの。あなたに、イーサン、イー、私嘘をついた、ごめん。マリアのイーサンじゃなくて。このメッセージをもし見てるなら。いや、ちょっと声を音量下げていい。私をなんつった、やべえ、喋ってたら聞けなくなっちゃった。私をなんとかって重要だったな。私を探さないでさ、犯さないで、犯さないで、おかしいよな。電話来てる。初プレイっす。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か、イーサン。昨日は急に帰っちまって。うん、俺は心配ないよ。すげえ綺麗。話があって。うわー、イーサンはまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか。どうやって、何があった。詳しいことはわからない、わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも迎えに来てくれと。ダルベイだ、ルイジアナ州だよ。ルイジアナ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。あ、動かせる。ルイジアナボーブ、ルイジアナボーブ、ある月から委ねられな。ここある。あぶれ、俺動かすって、動かすわけ。あ、止まった、止まるんか。うわー、 FPS なんだっけ。うわー、すごいね。ここだな、悪夢の始まり。こんぐらいリアルなさ、僕の夏休みとかやってみたいよね。歩く。正直自分でプレイしたくないから怖かったので実況見てました、実況で見てました。いや、俺も怖いよ。うわー、手とかさ、僕 G 高志さんっていうさ、これ VR やったんだけどめちゃくちゃ怖いね。こんにちは、コーンさん。バイオハザード7グロテスクバー、グロバー初プレイです。あー、これ酔うね。 FPS だわ。なんかアイテムとかね。あー、ある。あ、これで走れるんだ。恵みを受け入れろ。さっきのさ、こっち正規ルートっぽいね。さっきのが正規ルートじゃないのかな。入れなくてこっち行くパターンかな。ちょっといじってみよう。うわー、ちょっとむずい。何これ、丸。うん、相手開かないね。すげえ。これ今までのバイオハザードって扉をこう調べるとガチャガチャガチャ、扉が開かないってなるんだけどね、こうガシャガシャさしてこう開かないってなるのはね、
D の食卓以来の演出ですね。 VR でプレイすると少女のスカートが覗ける。へえ、それはいいね。少女は出てくるの。まず、いや、こんなとこいないよ。あ、人がいる。なんか家族で飯食ってるシーンと、多分最初に出てきた女性だよね。あの人がチェーンソー持ってギヤーってやってるのは前情報としてね、あるから。しかし綺麗だな。もうプレステ2のバーチャファイター以上の映像ってもうないと思ってたけどね。あるんだね。運転免許証、あ、あいつじゃん。前半アンチャーデッドの要素あるね。ミヤからのメール、あー美人ですね。これは恋人同士だったのかな。まあおそらくそうでしょう。あなたに会いたくてって言ってるから。松田聖子ばりに花咲きって。うわ暗いの。うわ全然見えねえじゃん、この光ってるとこ以外。厳しいねこれ。他真っ暗だもんね。うーよく行くな。めっちゃ怖いんだけど、この開け方とか。怖え、音もリアルだし。飯だ。気持ち悪い。ゴキブリだ。うわー手についた。うわーもう帰りたい。ルイジアナ南部相次ぐ失踪、2年間で20人以上。怖いよ。いや本当にさ、怖い怖いってさ言ってるけどさ、バイオハザードでそこまで怖いっていうのはなかったんだよね。原藤なるおの藤原くんがもう怖いから毎日ちょっとずつやったって言ってたら、うわ怖え、うわ怖えっつって、で、あのもう1時間とできなかったんだって。だちょっとずつちょっとずつやってって言ったけど、どうなんだろうね。アタスは一気にクリアしたいんだけど、やるときはやるっつって。何これ、気持ち悪い。電気ねえのかこの家は。まあ電気が通ってないとしてでも。あ、父親ランプついてるな。テープだ。え、ああ、セーブね。あれですね、カセットタイプライター。何年の話なんだろう。ビデオテープ、ビデオテープがあるっていうことは結構前の話になるか。もうバイオハザード5-6だとなんかちっちゃいスマホみたいなやつで端末に送ってくれみたいな、あの情報を端末に送ってくれぐらいの時代になってたからね。ビデオテープ、よくここにね、カモフラージュのね、やつ書いてたな。警察24時とか書いてある。大抵エロいやつだから。あれ？さっきアイスだよね。さっき開いてたよね。だってそっから来たんだもんね。冷蔵庫。ああ、怖い、やだな。汚ねえ、汚ねえ。もう帰れいいのに。いないよこんなとこ。俺んちの冷蔵庫と刺して変わんねえじゃねえか。つってどこ行けばいいのこれ。あ、ここ行けた。地下に行くはず。またなんかある。何、肩。あ、エロい。春を売る人かな。新宿のバティオスの裏の。おい、バティオスの裏のね、立ってる女性たちがすげえ急激に可愛くなったね。これ俺に、わあ、え、
ひじきひひじひひくるデリートうい。こっち大丈夫か？心配するなピート。いいか、素人なんかいらないんだ。ヘマするなよ。あまりロン二の前はごめんだ。ちゃんと音を拾え。2年も前の話だろ。アテレコはしない。テレビか。そんなやつ認めないぞ。あ、俺？あ、俺が動かすんだ。いつでもお前をクビにできるんだぞ。確認だ。屋敷内を一通り映して導入シーンを撮る。いつも通りだろ。なあ、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ。心配するな。今宵のスーパーゲーターズはクソッタレゴミ屋敷の情報満載。どうだ？最高だ。引きからズームドーン。回ってるか？回ってる。行くぞ。うん、開かないみたいだな。開かないみたいぞ。ちょっとどいて。うん、お前がやるのか？おい、この男が、この男がやりました。この男が。で、なんでボロ屋なんかに？資料読めよ。必要ない。ただの幽霊屋敷だろ。子供騙しだ。ホールスターか。ディ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 。あ、おい、感謝祭難しいな。 こっち向いてねえと。ディ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 。くそ、内容全然入ってこなかった。あ、ここはさっきのとこ。うん、この汚いやつだな。田舎者以下が謎の失踪か。田舎者じゃない。レイカー家。よし、いいの取るぞ。はい。静かに暮らしてたようだけど、息子のルーカスは悪い噂が多い。あ、うま、まだうまいっていうか、あれか、そこまで腐ってないんだ。あ、なんだよ、いい靴なんて履いてくるんじゃなかったよ。何踏んだ、何踏んだ。これひでえな、病気になっちまうけど、まあいい背景が撮れそうだ。アンドレ、どう思う？いいと思うよ。アンドレ、あれ、アンドレ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 、あれ、あいつもいないじゃん。あ、いた。どこ行った？あれ、本当にどこ行ったの？あの野郎、どのタイミングで？二度と仕事しないぞ。いや、そんなんで仕事しないぞって言われても。プロデューサーはいくらでも買いが利くんだ。プロデューサーかい？違ってな、ちゃんとついてこい。え、どういう風に？俺が鍋見てる間に去っていなくなったよね。どう思われますか？今の聞いたか？闇営業問題についてどう思いますか？どう思いますか？どっちが？アンドレ、どこ行った？アンドレ、どこにいるんだ？だんだん不安になってきてんじゃん、お前。コナーとハンクで捜索したろかい。うい、交渉人だぞ、コナーは。なんだこれ。え、どれ、下か、見えない。え、え、待って、勘弁してくれよ。何したん？よし、こうしよう。アンドレを見つけてさっさと帰るぞ。番組はもういい。アンドレはテープ回してないよ。俺が回してるから。テープ回してへんやろ。いくらでも買いが利くっつったな。首にする力。あ、地下。こんなとこあったっけ、さっき。どこから来たっけ。は？俺がはしごを降りるから、その絵を撮るんだ。だから先に行け。は？おい、ああ、おい、なんだよあいつ、ムカつくわ。見えるか？なんだ？
なんかあるけど。あ、来いよ。あ、来い。かつくわ。うわあ。おーい。ピエロ。スリップノットみたいな。あ、なんか生きてる。なんでそのテープがちょっと上の階にあるんだよ。マジかよ。いや、あんだけ見といてマジかよってリアクションのみ。マジかよ。あ、ここさっき見たとこだね。マジかよの一言だもんな。あ、開いた。今雨降ってきたよのテンションだね。マジかよ。なんか聞こえる？いやー、ビデオテープでそうなったんだからさ、行かない方がいいって。どこだ、どうなってんだ。ダウンロー。で、アンドレーっつって、アンドレーってどっか行ったな。クビにしてやんぞみたいなこと言ったな。で、ここか。じゃあこれがねえか。クビにしてやんぞって言ったのが、オールスター感謝祭なんてやってるから道覚えなかったんだよ。ええ、ここか。あった。うわー、もう、あった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 。なるほどね。で、行くんだ。そう、あんなビデオ見た後。おーい。やべ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 。姉さんドレイク。きったね。やべ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 。これはね、アンチャーデッドっていう。アンチャーデッドもやりたいね。うえ、きったね。そこまで探す？いや、もうマジで狂ってるな。好奇心だけじゃないよ、もう。行って帰ってきたら、うん百万円くれるっていうレベルで。なんだよ。ワニとかいいんじゃねえだろうな。汚ねえなぁ。よく入るなぁ。うぅー、アンドレじゃないの。汚ねえ、汚ねえ、汚ねえ。こんな施設何？石棺部屋？これもしかしてセブンってずっとこんな感じ？この全体見えない感じ？ケファッタみたい。ああ！やったー！戻るの？これ戻る？戻ってアイテム収集した方がいい？あの、チェーンのあるとこひたすら。ミア？どこ？最初のチェーンとかのとこ行った方がいいかな。なんかアイテムありそうだね。マジで？影怖いね。うわ、進んじゃうな。もうやめた方がいいよ。よかった。俺だ。イーサンだ。イーサン。大丈夫か？どうしてここにいるの？どういうことだ？君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。私が誰にも見られてない。うわ、怖。あいつ他に誰かいるのか。一体何があった。あいつが来る。早く逃げないと。今すぐ逃げるの。早く。バイオっぽくなってきた、このタッグプレイというかね。どこに行く気だ。安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。君は3年も行方不明だった。3年も、もうそんなに経ってしまったの。
怖いよ。あいつ？あいつって誰？どうした？なんだこの場所は？何をされた？後にして、まずはここから出ないと。ほうほう。確かこっちのはずよ。ミア、説明してくれ。君からのメッセージで。私じゃない。私は知らない。何だろう。呼んでないわ。それじゃあ、ちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話したわ。全部話してねえよ。こっちへ行きましょう。これでも騙されてるだろ。ミア、そっちで会ってるのか。あの一家が食事を運んできたから覚えてるの。あの一家。マジで手リアル怖いよな。この手取れちゃうんだもんね。あ、まあ見てない人には申し訳ないけど、よくある。ここだわ。よくあるっていうか、ここよ。トレーラーで見た。マジでちょっと嫌なんだけど。この部屋覚えてる？覚えてないよ。ドアがあったはずよ。間違いないわ。ドアがない。なくなってる。なくなってるわ。E001。家族になれるの。こいつ。ドアがあったの。信じて。ミア。早く逃げないと。ここにいてくれ。いいな。出口を探してくれ。いやー、やだー。誰？マンだらけに持ってみた。うー、ミア。もういない。回復薬、回復薬いっぱいある。しかも便所に。いる？うわ、怖え。何？もういるじゃん。うわ、いた。うわ、ほら来た。あ、わかりました。買い物行くのでお願いします。抵抗する、抵抗する、抵抗する。いやー、これ VR でやだ。買い物行ってきてらっしゃい。どうする？何する？何すればいいの？何すればいいの？ R2？ R2 でいいの？いってー。両手に。多重人格。多重人格かい。私を一人にして。私が悪いの。当然の罰よ。みんな、なんでこんな。いや、そんな軽く言うなって。なんでこんな。なんでこんなぐらいで済まねえだろう。もう縁切るというか、もう関わりたくない。
結構です。もうミワさんは結構です。ドリームズカムトゥルーか何か知らないけど結構です。何もしなくていい。うーい、私に頑張って。めっちゃ力あるな。くたばれ。なになになに、もうみんな死んでる。いやー、やめれ、なやろ、ほら、おい、え、どこだ、あぶれ、こんなやろ、ほら、この、お前がくたばれ。あ、戻った。ずるいよな、攻撃した瞬間戻るっていう。殺した、殺しちゃった。血は赤い。電話だ、電話あったね。ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾーイ、屋根裏から逃げられるよ。ゾーイ、今すぐ行って早く。めっちゃ軽いね。来た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 屋根裏、屋根裏勝手口から行けるのか。もう邪魔だな。うわー、びっくりビビった、すげえ鳥肌みたいな。あー、もうてめえ、お前も味わいやがれ。いやもうバッカが今どんな気分か教えてよ。うわー、取れたよ。こなったわ。まあ手がすごい。オロチドッポ、オロチドッポスペックに持っていこう。持っていけるんだよね、左手、左手オロチドッポやん。ドイル、ドリアンにこうピアノ線でピュッてやられた。どうする、追いかける、回復。いや、そんなんじゃ無理だろ。どうしたらいいんだ。あった、電気かい。あいつなんでどっか行っちゃったんだ。殺したくはないのか。なんて言ってた、なんとか私がなんか言ってた。もう手取れたことでちょっと分かんなくなっちゃって、なんか喋りながら言ってたんだ。うわ、ここはあれじゃね、うぃ、登っちゃうか。うー、どこだ。うわ、そっちいるじゃん。うわー、やめ、うわー、くっそが、怖い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 。どうする、どうする、どうする。銃、どこいる、どこいる、開いた。銃が欲しい。どこ。どうしよう。3階上がってすぐの部屋、
3階上がってすぐの部屋、3階、3、これ今撮った、今撮った、これは私の義務、今撮った、回復薬使う、まだなんかある、あった、あった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 、でどこいる、あいつ、あいつどこいる、いた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 、これは無理だ、7発撃つのは、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 どう、いつも、あーくそ、ほらほら、あぶね、あぶね、見づらい見づらい、あーなんだよそれ、おい、かー終わった、You are dead、 あんた死にました。3階来たから銃を取ってこなかったんだね、私は。回復薬も取って、で、弾がよし、これでヘッドショットでいけんのかな、あーそんなに構わない、危ない危ない危ない、クイックターンみたいなのできない、遅い遅い、リロードが遅せんな、こりゃ手がないから、あー危ねえ、何この、あー弾なくなってきた、パン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 ってやつ、リロードリロードリロード、あーくそ間に合わない、あー溶け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 、これさ、かヘッドショット狙わなくてもいいか、じゃあ愛してる、ポンコツ E さんだよ、ヘッ、あーこれで構えてこれで撃つんだ、あー分かった分かった、おいびっくりすんな、うわー、怖え、はい、というわけで第1回目でした。とにかく怖え、怖いですね、笑っておられます、ご視聴ありがとうございました。これを見てね、面白いと思ってくれた方も、クソつまんねえよ死ねてめえって思ってくれた方も、何卒何卒チャンネル登録をお願いいたします。ではまた、おわにー。